サ刈駅は、北海道上磯郡木古内町サ刈にある、道南佐利美鉄道線の駅。電報略号は坂。駅番号は、主霊に、北海道内最南端の無人駅である。1976年のサ刈駅と、周囲約500メートル範囲。左が、江差し方面。単式ホーム一面一線で、駅舎横の江差し側に切り書き状の貨物ホームが、残されている。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地の地名よりアイヌ語で岩の手前を表す白塚に由来するとされるこのほか、白塚仮に由来するとした説もある相対式ホーム2面2線を有する地上駅駅舎側が第二条工場向かい側が第一条工場となっているかつては 単式ホーム一面一線を有する構造であったが、海峡線の開通に伴い交換設備が新設された。二つのホームは千鳥式になっており、構内踏切で結ばれている。JR 時代は、木古内駅管理の簡易委託駅であった。道内リ利美鉄道移管後も簡易委託は継続して行われている。泉沢駅と同じタイプの小さな駅舎がある。内部には、 さつかり町内会の広報誌掲示板が2019年に設置された。ありがとうございます。